のなら、作ってしまえ、スプラトゥーン。はい、というわけで今回はぼっち寂しくスプラトゥーンを作ります。3色のジュースで地上を染めてゆく、その名も、ジュースプラトゥーンだー。こちらのオレンジジュース、着弾地点を中心に 3×3 マスが橙色のコンクリートに置き換わる仕様になっております。バリエーションは驚異の3色展開、ブドウと桃もあるよ。これでぼっちでも寂しくないね。早速作り方。プラスボタンからレンジドアイテム。名前は適当に。クリエイトニューレンジドアイテム。テクスチャは事前に準備しておいたものをセット。クリエイティブインベントリータグはフードにしてみた。フードじゃなくてもいいよ。バレットに移動。武器じゃないから、ダメージとノックバックは1にしといた。バレットのテクスチャはとりあえずどれでもいいよ。後で変更します。プロシージャーに移動。着弾時のイベントを追加するよ。プラスから、名前はそのまま、クリエイトプロシージャー。今回はまず XYZ の座標を入れる変数から追加します。ローカルバリアブルズのプラスボタンから、変数名を入れて、タイプをナンバーにしたら、OK。これを XYZ3 つ分用意する。カスタムバリアブルズの中に、変数に数字をセットできるのがあるから引っ張ってきて。こんな感じで作った関数に数字をセット。来たら繰り返しの命令を XYZ 分用意。中に命令を追加していくよ。中の命令は、もし指定座標のブロックが空気以外ならその座標のブロックを橙色のコンクリートブロックに変更する。っていう風にする。そしたらさらに、その命令を 3×3 マス繰り返す命令を追加する。プロシージャーをセーブして、モッドエレメントをセーブしたら。もう一度オレンジジュースを開いてバレットのテクスチャを変更する。セーブしたら完成だ。一回テスト。バッチリだね。したらば今回はレシピも追加。プラスから、レシピを選択。名前を付けたら、クリエイトニューレシピ。こんな風にアイテムを設定して、セーブしたら完成だ。というわけでジュースプラプーン、よかったら作ってみてね。ちなみに、洞窟のエアーは地上のエアーとは別物らしいので、空気3種類、水3種類、マグマもコンクリートに変わらないように改造しました。うまくいかなかったら試してみて。